株式会社ミマ巻エンジニアリングは長野県東美市に本社を置くコンピュータ周辺機器の製造販売会社である。主に産業用のオーバーインクジェットプリンター、カッティングプロッターなどを製造を販売している。1975年8月に有限会社として設立された。当初は時計用水晶振動子の組み立てを行っていた。 1981年5月に株式会社に改組した。その後、フラットペンプロッター、北斎をはじめとした大型プロッターの製造、販売に参入した。現在は、サイングラフィックス、インダストリアルプロダクト、テキスタイルアパレルの3部門を柱とした商品展開を行っている。隣接する自治体にある上田電鉄が保有する電車の車体ラッピングの 特別協賛企業として参加している。初代、マルマドリーム号7255編成、二代目、マルマドリーム号見巻き、6000系、電車6001編成の外装フィルムの制作を担当した。原田康春デザインの自然と、友達号も外装フィルムの制作を担当している。ABCDEF 会社概要、見巻きエンジニアリング千二十一年七月十五日。 閲覧。AB コーポレートガバナンス報告書2021年1月3日。閲覧。みまきエンジニアリング公式サイト別所線丸窓電車。ありがとうございます。